マックの品書き第55問です。今回は10字です。それでは10数えますので、その間に読んでみてください。いきますよ。用意、GO! 正解は右から「ちいずてりたませつと」と書いてあります右の上から3番目の「図」ですが濁点を取ると須藤さんの「す」という漢字です一番下の「り」ですが「利益のり」という漢字を崩したものです 左の上のたです。これはどう建物のどうですね。このどうという漢字を崩したものです。かなとして読むときはたと読んでください。2番目のまですが、三水の三つる満天、ま、の満、ま、という漢字を崩したものです。4番目のつは川という漢字を崩したものです。川という漢字はかなではつと読みます。 チーズテリタマセット次に進みましょう